21世紀に向けた日露関係の在り方につきましては、私から日露関係の戦略的地政学的重要性、2つ目には両国の幅広い経済協力のポテンシャル、3つ目には平和条約の締結という3つの課題があると述べ、これらの課題について大変建設的な話し合いを行いました。その中で平和条約については、東京宣言及びモスクワ宣言等の両国間で積み上げてきた合意や宣言について、これを完全に遵守していくべきことが改めて確認されました。Вы знаете о последних решениях нашего парламента в области разоружения.